よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者による、ごく普通の片岸夢、龍が如く極み2の実況パート2始まるよ。寺田、寺田、寺田さん、しっかりしろ、寺田、寺田さん。ダメみたいですね。生き返れ、生き返れ、生き返らないと思います。残念ですが。残念でした。しょうがねえな。しょうがないね。そうですね。病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。そうなんだ。いっぱい出てんじゃねえかよ。もういっぱいいっぱいいっぱい入れてください。私しばらくひまわりに行ってる。どうしてですか。大切なお仕事があるんでしょう。お仕事が終わったら迎えに来てね。偉いなお前は。さすがですね。仕事ってなんだよ。俺に汚い仕事をやらせたがってる奴らがいる。やめたらこの仕事を。とりあえずこの書状を登場会へ持っていきましょう。キリュウちゃんだけでどうするか決めるわけにもいきませんから。私、登場会五代目寺田幸男は近江連合五代目郷田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。この辺がセクシーエロい。殺されてるか。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか。エビーな大工、落ち着け。落ち着こうな。親の玉を取った相手のところに出かけていって杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか。やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。戦争すんにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。金金。おだまり。すいません。すいません、許してください。何でもしますから。うん、今何でも作って言ったよね。はい、窓際行ってしょ。これ関西へ行くつもりだね。行きますよ。五代目との約束です。姉さん、この一件あとは僕に任せて。自分に任せてもらえませんか。お願いします。キリュウ。あ、いいっすよ。いいの。あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。そうですね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。やだ、怖い。やめてください。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。そうだよ。相手の出方次第では。そうだよ、殺すんだよ。弾を割って楽に殺しちゃつまらんだろう。俺はそんなにさ、殺そうだとはじゃねえんだよ。あんたまだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。連帯責任やろ。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。あっ、好きなんすね。錦の残した借りは自分のものです。お前はもしかしてあいつのことが好きなのか。止めても無駄だね。止まるんじゃねえぞ。おい、一人止まれ。すみません。すいませんで済んだら警察いらんやろ。わかった、この件はあんたに預けよう。ありがとうございます。いや、しかし姉さん、本当ですか。でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか。殺せ、なぜ殺さぬ。だけ夜行きましょうね。かっこいいですね。やだ、怖い。やめてください。キリュウは登場会のために命かけるって言ってんだ。うめえ、かけるうめえ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。バビ戦争やっちまうぞ。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。お前もこれでいいね。おー、いいね。はい、ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。何言ったの。関西に行く前に
どうしても会いたい人間がいます。誰だい？タモリさん。堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。なお言う息子は？どうしてだ？寺田が死に、東城会は柱を失った。今の東城会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東城会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい？そう取ってもらって構いません。あ、いいっすよ。あんたですから、関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。また会いたい。よした方がいい。なぜですか？もう顔中クソまみれや。大吾はもう昔のあの子じゃない。お前なんだろ？何があったんですか？徳川様、いかがなされましたか？変態親父とクソ遊びするとね。もし何すればクソまみれでやりたいやつ、至急メールくれや。ここはおなじみ広島でしょ。違う。大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね？はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。そうだったかな。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。バカだわな。それでバカやらかしてね。バカ、クソ遊び。関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。バカじゃねえよ。アホらしい。服役して今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。ああ、いいね。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。大体。というわけで、カムロ町のどこかで飲んだくれてる大吾さん探していくことにします。はじめから話してよ。僕も探してあげるよ。一人止まれ。おい、これ降りる。いや、違いますか？それでも謝ってよ。謝ってるだけじゃどうしようもないんだよ。よし、じゃあ削らせ。ああ、削らせよ。これじゃない。俺が悪いんじゃない。怖いな。つまりストーカー。ん？俺誰だか分かってる？殺すストーカー。お、そんな関係だったのか。大吾さんを探す前に墓地での戦闘ダメージを回復するためにコンビニで薬を買います。酒とつまみを買ってから。こちら当店特製ミートソーススパゲッティ。ありがとうございました。そこでしこたま酒を飲んでからやり始めたんや。酒を飲んだので傷口は塞がりましたが、キリュウちゃんの足取りがおかしいですね。おい、ん？この辺にうまいラーメン屋の屋台ありませんか？どこが来るんだ？人を探してるんだけど、この人知ってるよね？ほら、もっと飲めよ、俺。あ？うん。岡山の剣木。ほら、こぼすんじゃねえよ。ほら、こぼすなよ。あ、飲め。さあ、飲めよ。ちゃんと飲み込んでいただかないと。くださいね。およ、どうしたんだろう。これは面倒そうなトラブルのようですね。警察だ。おい、どうしたんや、騒がしいな。誰か助けて。ああ、関係ねえんだよ、そんなの。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。殺されてるよ。やだやだ。なんだよ、俺は立たしてやるか。しょうがねえな。面白いやつだな、気に入った。殺す。どうやら立ちの悪いチンピラみたいですね。とりあえず片木の皆さんに迷惑にならないよう少し置きしておきます。どっか、本当にその辺こういう。あ、なんてこと。まあ、大体近いからね。しょうがないね。いや、そんな、ごめんよ。この椅子はなかなか殴るのに使いやすいですが、すぐ壊れますね。まあ、代わりの椅子ならいくらでもあるのでいいか。お前何やってんの。やってやるよ。やっちまうぜ、お前。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。チラチラ。いいもん持ってるわ。タモリさん、まずいな。それじゃあ、いただくとするか。ナイス、使いやすいですね。
ヒートアクションはどうかな。死ねえ。お前のことが好きだったの。叱って殺しはやってません。痛い痛い。くそ、生意気なガキめ。なぜ生きている。待ってください、まだ生きているんです。さっさと殺そうぜ。特に部屋に異常は今とかありませんか。このケツは上してみろ。ケツは勘弁してください。お名前の方が、山内拓海くんですね。そっか、大地くん、あ、お利口だね。といったところで今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり。